浙江省杭州市のシンボルであり、絶景で知られる西湖。2011年の世界文化遺産への登録を目指して整備が進められていました。季節や時間によって表情を変える美しい眺望を求めて、中国全土から大勢の観光客が押し寄せます。看这里的美景啊，这里挺有名的。不过我以前来过，我八六年来过一次。この杭州に高級車に乗った富裕層が次々と訪れる場所があります。彼らが優雅に鑑賞していたのはクラシックの演奏会。でも本当の目的は別にあります。実はここ中国全土で売り上げナンバーワンのデパートです。テナントの中で特に人気が高いのはルイ・ヴィトン。多くの客が吸い込まれていきます。这个多少钱？7000万。哇，蛮贵的呀。不，还好。算便宜的了吧？应该。算里面算是比较便宜的那种。那个你。LV 刚刚买。刚买的。啊。这刚买的穿上了。刚。LV 的。对。这鞋子多少钱？5950。哇，一个月的消费多少钱？大概。4-5万吧。4-5万。啊。このデパートの2009年の売り上げは565億円。6年連続で全国トップを誇ります。地元の客は半分以下。杭州に別荘を持つ各地の富裕層や観光のついでに買い物に来る客が多いといいます。その杭州市の郊外、車を走らせているとフランスのエッフェル塔に似た建物が目に飛び込んできました。周辺にはヨーロッパ風のマンションも立ち並びます。ここは5年前に開発が始まったニュータウン。すでに完成して売り出された10万個は完売しました。不動産業者を訪ねてみると、5年以前の均价大概是在3300到3500的样子。5年前。对。现在你说现在的价格。8500。多くは値上がりを待つ投資用で、実際に住むわけではないそうです。ニュータウンには今後建設予定のマンションもたくさんありました。自己有一套房子可以住，然后的话就是说在其他地方再买一套房子的话，那升值了以后肯定就想要换一套更好一点、价值更高一点的。以后的话，钱这个就是钱生钱呀，这个是对于那种就是说有钱人。不動産業者は3割ほど入居しているというものの、エアコンの室外機がついている家はごくわずか。店も少なく、目につくのは不動産業者ばかりです。実はこの町、中国語で鬼の城、ゴーストタウンと呼ばれています。人一般般，人也少嘛，所以生意也就那样吧，差不多吧。本来是打算住在这里的，现在不打算住在这里了。什么时候要搬家呀？什么时候？嗯，我也不知道。
反正这个店面能够弄得掉的话，我可能今年年底可要走。一方、こちらは内モンゴル自治区オルドス市。朝6時、道端に大勢の人が集まっていました。地方の農村からやってきた農民工と呼ばれる出稼ぎ労働者です。毎朝この場所に仲介業者が人を集めにやってきます。各建設現場が募集している人数や仕事内容、給料などの条件を伝えるのです。突然走り出した人たち、仕事が見つかったようです。これまで多くの農民工が上海や深圳など沿海部の工場地帯を目指していました。しかし今はここオルドスが人気です。为什么您不去沿海那边，比如说上海那边，为什么来鄂尔多斯？鄂尔多斯人是多吧？都这边比外边的工资都高。大草原に作られた町、オルドス。十数年前までは貧困地域でした。それが2003年に列車の駅が開通し、2007年に飛行場が完成。2008年には1人当たりの GDP が上海や北京を上回り全国トップになりました。オルドスの経済成長を支えているのは石炭や天然ガスなどの豊富な資源。中国の急速な発展によって石炭価格は2004年から突如高騰しました。それでも全国各地からの需要は絶えず、フル稼働が続きます。冬天完了嘛，备煤嘛，南方都用煤嘛，肯定是比以前那好多了呗。现在是科技发达了，现在产量也大了。市の財政収入が激増し、都市開発が急拡大。平屋の建物が次々と壊され、高層ビル街へと生まれ変わりました。現在の人口は150万人。今後の人口増加を見越して、新たに100万人が暮らせる町を作ろうとしていました。それがこの新市街、オルドスの旧市街から車で40分ほどの場所におよそ650億円を投じて作られました。かつては小さな農村だったこの場所は、わずか5年ほどで綺麗なマンションが立ち並ぶ街に変貌したのです。内装工事中だという新築マンションの部屋を見せてもらいました。对，咱现在看见的是就是我们这300平米的住宅。一进来这边以后是咱的客厅。価格はおよそ2300万円。地元の人がローンを組んで購入したといいます。咱这小区一共有745户，就是可以卖的住宅，745户，今年四月份都卖完了。买的人，哎呀，什么样的人都有，反正都是有钱人。夜7時半、同じマンションを訪ねてみました。200世帯は入居しているとのことですが、実際に明かりがついている部屋はごくわずかです。周辺のマンションもほとんど完売していますが、ご覧の通り。地元メディアによれば空室率は 97%。 この町もまた鬼の城、
ゴーストタウンと呼ばれています。町の中心の広場にはこんな立派なオブジェが作られました。しかしこの広場を見渡しても人の姿はほとんどありません。唯一人の姿が多かったのは新たに作られたオルドス市政府の建物。ところがこの職員たちも毎朝自宅のある旧市街からバスで通ってきています。そんな町でも商売をしている人がいました。我们这个也算是一种投资，现在虽然挣不到钱，但是以后人口多了，我们就会挣到钱了。マンションに住んでいる人を訪ねました。啊，你好，我们是那个北京台过来的电视台的。もともとこの土地に住んでいたという夫婦。平屋の家が都市開発のために壊され、政府の保証金でこの部屋を購入したといいます。鬼城的鬼城我们不管那些，我们因为当地人，我不在这儿住，我们去哪住了？这没地方走啊，我们去哪了该？然后的话，バブル崩壊の心配はないのでしょうか。不動産業者に聞きました。经济泡沫？哎呀，这个我也不太清楚了。我也不是专业人士，我就是只能给你介绍一下我眼中的一康巴士一个情况。您自己怎么样？您自己有买已经买了房子了吗？我没买。为什么？买不起。为什么？价格高呗。中国政府もバブル抑制策を打ち出しました。しかしすでにゴーストタウンが各地に出現しています。高層ビルが林立する上海。森ビルが手掛けたこのビルは高さ492メートル。すぐ隣には新たな超高層ビルの建設が進んでいました。その名も上海中心。完成時の高さは632メートルにもなります。競い合うように超高層ビルを作っている中国。日本で一番高いビルは300メートルですが、この時中国では500メートル以上のビルだけでも7棟の建設が進んでいました。你觉得为什么中国人喜欢这么高的楼？他估计，因为现在时代都前进，这个那个的发展肯定是要这么高的楼。こちらは上海から車で2時間の農村地帯。突如超高層ビルが出現します。江蘇省の華西村。低い建物ばかりの農村に地上72階建て高さ328メートルのビルがそびえ立っていました。ビルの中も豪華絢爛。壁や床には金箔がふんだんに使われ、1トンの純金で作られたこの牛は36億円もするとのこと。この華西村、実は中国一の金持ち村と呼ばれています。村にはヨーロッパの別荘を思わせる住宅が立ち並びます。広い庭にはプールまで。华西的叫他楼梯步步高嘛，啊，太辛苦了我们。華西村が誕生したのは1961年。当時の人口は1500人ほど。稲作を中心とする貧しい農村でした。発展するきっかけとなったのがこの小さな工場。
中国全土が文化大革命で混乱していた時代に農機具用の部品を生産したところ爆発的に売れたといいます。当時農村は共産党によって集団農業を強いられていたため地下工場として村人だけの秘密にされました。33歳で村のリーダーとなり50年にわたって率いてきたのが呉仁宝さんです。那么如果上面领导来稽查来看我们给他开农业，当时我们奖金是30万，才到30万啊！我巴不得么投机啊！哎，你写一个农地只有5000了。呉さんは事業を次々と拡大。中国が改革開放政策に転じた時には、資金力などでリードしていました。今や村は60もの企業を持つまでに成長。2010年の売り上げはおよそ6000億円、利益は420億円に上りました。根据我们经济的规律加强，是要把这个钱要真正用到当营养，不是随便乱花。また、呉さんは農業も改革。農民がバラバラに耕していた農地を集約して大規模農場へと転換しました。企業が一括して管理し、農民は社員として給料を受け取る仕組みです。華西村がアメリカから購入したヘリコプターに乗せてもらっています。村はこれを遊覧飛行に利用し観光の目玉にする計画です。眼下には村の新しいシンボルである高層ビルが見えます。2011年になり、村はヘリコプターを2機購入。ヘリポートも含めておよそ1億2000万円を投資しました。観光業に力を入れる計画です。この華西村の成功に学ぼうと連日中国全土から視察団がやってきます。首先，到底什么叫社会主义？我们是一句话。生命幸福是啥问题？特に人気なのが呉さんの講演会。背景には地方政府の経済発展競争が激しくなっている現実があります。我们来了好几次了，一次一次都不一样了，是吧？几年不来大别呀。ある村民の家を訪ねました。夫婦とも27歳、子供と3人で床面積500平方メートルの家に暮らします。2400万円ほどしますが、電気関係の工場で働く夫の年収は90万円程度です。我们才07年刚刚毕业，然后村里面就是我们俩要结婚。没有新房，就是给分配了。華西村では現金で支給されるのは給料の2割、残りの8割は株式として配分されます。株式は自由に売買できませんが、貯まると家や車と交換できる仕組みです。只要认真做好工作，其他也就不用你想太多，房子车子都会有的。村の発展を支えてきたのは集団主義体制です。村民は自由に仕事を選べず、村が就職を管理、貢献度に応じて利益が配分されます。一方、大学までの教育費は村が負担。年に1回海外旅行が支給されるなど手厚い福利厚生があります。村はここ数年、周辺の20の村を吸収し、人口は3万人に拡大。しかし、新しい村民には手厚い福利厚生はなく、収入にも格差があります。吸収された隣村の村長は、華西村の役所で働いていました。まず分得了50年、我们周边村一下子、比如说、
到华西兰，是同华西中心村民的享受一样的话，我认为也是不公平嘛，对不对？それでも以前に比べ収入は3倍に増えたといいます。横向不能比，纵向你要自己回过头看看自己原来的那个收入。また村の事業が拡大するにつれ、外からの出稼ぎ労働者も増えていました。彼らの平均年収は30万円程度です。ある出稼ぎの家を訪ねました。8畳ほどの部屋に夫婦と子供の3人暮らし。夫は鉄鋼工場で毎日12時間働き、帰宅するのは夜中。すでに5年以上働いていますが、華西村の戸籍を取ることは難しいと言います。30年、40年能存多少钱、是吧？人家那转的嘛，一般的人有房有车的，看见也挺羡慕的。中国では生まれた場所で戸籍が決まり、就職などの条件が左右されます。也不可能是说就看个户口，就决定一生的，所以嘛，看个人的能力。そんな華西村で村の誕生50周年を祝う式典が開かれました。国内外からゲストが招かれ1万5000人が参加。超高層ビルの中には5つ星ホテルが開業しました。世界最大級の回転展望台レストランもオープン。その記者会見で呉さんに質問をぶつけました。最近在中国越来越扩大的贫富差距的问题，你觉得有什么解决的办法？我看看是贫富差距小，看看是贫富差距小，实际大家穷，实际是大家都穷。穷个当中少数的一个地富，穷的人当中少数一些富。穷到怎么样？穷到怎样的地步？穷到有人吃不饱。有的人吃不饱，所以我这个大楼，所以说我们这个大楼、主要代表我们中国农村的农民富起来的，主要是代。村には呉さんのメッセージが掲げられています。個人や一つの村が裕福になっても裕福ではない。集団や国が裕福になってこそ裕福だ。しかし、華西村が発展するほど村の中で格差が広がるというジレンマにも陥っていました。広東省広州市、高層ビルが立ち並ぶ中心部に小さな雑居ビルが密集している一角があります。白中村、都市の中にある村という意味です。村の中は人がすれ違うのがやっとの細い路地が入り組んでいます。そして昼間なのにとても暗いです。上を見るとビルがくっつくように立ち並んでいるのがわかります。見上げるとわずかな隙間だけ、ビルとビルが顔を近づけているように見えるため接吻ビルとも呼ばれています。白中村は市内に138箇所あり、合わせて300万人ほどが暮らしています。建物の1階には靴の店や書店、食品から日用品までありとあらゆる店が並びます。天敵がぶら下がるこちらは病院。白中村は1980年代、都市化によって農地を奪われた地元の農民たちが狭い土地に共同でビルを建てたのが始まりです。
その後、自分たちが住むだけでなく、地方から出稼ぎに来た労働者たちに部屋を貸し出すようになりました。你觉得这里的环境怎么样？环境？比我们家乡的感觉好得多了。我们出来打工那样去哪里？不可能招了那个什么劳很贵的，我们肯定租不起的。因为我们拿三轮车的就是没什么要求是吧？只要有个住的地方就可以。甲州市に戸籍のある住民はおよそ730万人。それ以外に出稼ぎ労働者が500万人近くいるとされています。城中村は彼らの生活を支えてきました。一方こちらは甲州市内のオフィス街。高層ビルの最上階にあったのは大手の IT 関連企業。ここでマーケティングを担当している楊さん。因为在大城市里面来说的话，四五千块，保持基本的是生活应该是没有问题的。再节省一点还能存一点。実は楊さん、職場から歩いて15分ほどのところにある城中村の住人です。仕事が徹夜になることも多いため、ここを選んだといいます。楊さんが住む部屋は 1LDK で、家賃は1万2000円ほど。平均より4割程度安いこの部屋を友人とシェアしています。有时候如果是比较晚的时候还回去，那要坐很长时间的车，这样的话就比较麻烦，所以我们就选择住近的地方。住近的地方呢，然后这里又比较经济实惠，那肯定是住这里了。とはいえ、窓を見るとこの通り。ベランダもないため、洗濯物は室内干しです。你没有很多阳光进来，所以你的衣服一般都是。如果是比较下雨天的话，你衣服很难干，而且即使干了也有味道，所以出去跟人家挤公交车的时候，那个美眉都不愿靠在你身边。住宅価格の高騰もあり、最近では楊さんのように城中村に住むホワイトカラーの若者も増えています。しかし、そんな城中村が姿を消そうとしていました。地元政府はおよそ1兆3000億円を投じて再開発すると発表。手始めに9つの城中村を取り壊すことに決めたのです。30年近くこのビルに暮らし、出稼ぎ労働者にも部屋を貸してきたというこちらの女性。你说是不是一个洞啊？啦，都差不多掉下来了。立ち退きの契約書にサインをしていないのに家の壁を壊されてしまいました。他们大队工。他们那个人怎么个个都没有问我怎么办，就是这样了，三个多月了，现在搞了。地元政府に提示された保証金では、自分が住む部屋代にしかなりません。他人に部屋を貸して生活費にすることができなくなるといいます。地元政府は壊した建物の上に緑色のシートをかぶせました。上空からの見栄えを良くするというのが理由です。不是好看，你看看，好多人都
有一些人拆了都天天哭啊。経済発展に伴う再開発。しかし、その発展を支えてきた人々が居場所を失う危機に直面していました。2009年7月、新疆ウイグル自治区ウルムチは混乱に陥っていました。いわゆるウイグル暴動が起きたためです。きっかけは広東省の工場で少数民族のウイグル族が中国で大多数を占める漢族に襲われ死亡した事件でした。ウルムチでのウイグル族による抗議デモがエスカレート。漢族が経営する店を襲うなど大規模な暴動へと発展したのです。暴動を制圧するために中国政府は膨大な人数の武装警察を投入しました。威嚇するように行進する警察車両を不安そうに見つめていた人たち、彼らがウイグル族です。发生什么事情啊？你们维族的人那个？啊，维族那不是抓了那么多在那马路边上蹲着那不是？哦，就是。テレビ東京の記者はウイグル族が警察に捕まる瞬間を目撃しました。今ウイグル族の若者たちが壁に押さえつけられて、今殴られました。今一人治安部隊に殴られて蹴られて連行されています。警察は暴動に参加したとしてウイグル族を次々と逮捕、30人に死刑の判決が下されました。警察は外国メディアの取材も激しく妨害。テレビ東京とスペイン、オランダの記者合わせて3人が身柄を拘束される一幕もありました。その1年後の2010年6月、再びウルムチを訪ねました。ここです。この店です。暴動で破壊された漢族の自動車販売店、すでに営業を再開していました。店内には新車とともに被害に遭った当時の写真が飾られていました。让大家看到我们现在重新站起来了，有新的环境，我们就要有新的精神面貌去对待每一天。全焼した漢族の商店もきれいに改装されていました。民族の対立を長引かせないよう政府が保証金を出して修復を急がせたといいます。因为这事情是谁都不愿意发生的，但是既然发生了嘛，肯定是在所难免。所以说政府能给我们做到这样，我们已经满意了。町の中心にあるモスクを訪ねると、敬虔なイスラム教徒であるウイグル族の静かな祈りの時間が流れていました。しかし外には、こちらのイスラム教の寺院の前には、あの事件を受けて去年の11月にこの監視カメラ、そして交番が設置されました。ウイグル族の居住区は常に監視されるようになったのです。
好像在这个一个笼子里生活一样。嗯，说个丑一点的，难道去卫生间也能看到呢？就这种态度的现在。そして武装警察が常に巡回し、無言の圧力をかけていました。歩道橋には武装警察からのメッセージが。誠心誠意、信教の各民族のために奉仕する。外国メディアの取材にも相変わらず神経を尖らせます。泊まったホテルが外国人を宿泊させる許可証を持っていないという理不尽な理由。取材班は警察署に連行され、撮影テープをチェックされました。民族の生活習慣や文化を守りながら長くこの地に暮らしてきたウイグル族。暴動を起こすほどに不満が爆発した背景には、漢族との間で拡大する経済格差の問題がありました。从内地的人拿过来，在这发展，他们挣钱，他们发财，这边本地人发不了财。当然，每个人就是挣不够这个气。中国政府は2000年頃から西部大開発という国家プロジェクトを推進。その結果、多くの企業がウイグル自治区に進出し、漢族の人口も急増しました。ウルムチで開かれた合同企業説明会。仕事を求めて多くの若者が集まりましたが、大半が漢族です。ウイグル族の姿はほとんどありません。主要是他们不会来，来了也没啥希望，主要是找韩族，他们直接就是那样说的，他们不要维族。觉得我们维族人全是坏的，哦，没好人，然后他们就不要，就算是你再有能力，他都不要。企業のほとんどは漢族が経営。高学歴で中国語を流暢に話せたとしても、ウイグル族は不利だといいます。民族感情を刺激するにもかかわらず、中国政府が西部大開発を進めるのには理由がありました。ウルムチから北西に320キロ。膨大な数の掘削機が出現します。中国第6位の生産量を誇る唐米油田です。パイプラインを通じて北京や上海などの沿海部に石油を運んでいます。石油や天然ガスの宝庫であるウイグル自治区は中国政府にとって重要なエリアなのです。カラマイは資源開発のために作られた新しい町。エネルギー関連の企業が数多く進出し、人口の 75% を漢族が占めています。工作也比较性质比较特殊，在跑野外嘛，然后呢这个工资呀待遇各方面肯定就是福利方面肯定好一点呗。白天干活都40多度，晚上干活蚊子又多，多难受啊！この唐米に原油が湧き出ている場所がありました。かつてロバに乗ったウイグル族の老人がここを発見し、原油を商人たちに売ったという言い伝えが残っています。実は唐米とはウイグル語で黒い油。ウイグル族にとっても重要な場所なのです。カラマイから西へ、天山山脈の北側を通るかつてのシルクロードは真新しい高速道路が開通していました。
その先に現れたのは標高2000メートルに位置するサイラム湖。手つかずの大自然に囲まれたこの辺りは、モンゴル族やカザフ族などの遊牧民が昔ながらの生活を営んでいます。こんな辺境の地にも開発の波が押し寄せていました。まさに西部大開発。鉄橋やトンネル工事が急ピッチで進められていました。カザフスタンとの国境に近い町、グルジャ。中国建国前の一時期、独立国家として存在した東トルキスタン共和国の中心都市です。1997年にはウイグル族によって独立を求めるデモが発生。中国政府に鎮圧され、多数の死傷者を出しました。そんなグルジャには鉄道が開通したばかりでした。ウルムチを経由して北京など沿海部までつながったのです。あ、我从来没见过火车。也没坐过火车，不好意思。火车通了，交通方便了，这个经济就可以上去了吗？好想去好远好远的地方。今後は国際列車としてカザフスタンやロシアへもつなげる計画です。中国とカザフスタンの国境です。こちらに並んでいるのは中国から商品を運ぶトラック。そしてあちら、中央アジアの商人たちが続々とやってきています。以前はカザフスタン側から旧ソビエト連邦の製品が中国に持ち込まれていました。しかし近年は大量の中国製品が中央アジアに運ばれていきます。ウイグル自治区は日本の5倍近くの面積があり、8カ国と国境を接しています。そのため中国政府は西の玄関口としても重要視しているのです。こちらはパキスタンとの国境の町カシュガル。かつてのシルクロード貿易の中心都市です。この地区の人口のうちおよそ 90% がウイグル族。自治区の中でも特にウイグル文化が色濃く残ります。毎週金曜日はイスラム教徒のウイグル族にとって大事な礼拝の日。中国で最大のこのモスクにはおよそ7000人が訪れます。このカシュガルにもビジネスチャンスを求めて漢族が殺到していました。中央アジアなどの国々を招いての貿易商談会。広東省や上海など沿海部の企業を中心におよそ1300社が参加しました。主に家電製品や衣類などの生活用品。新たな市場を開拓しようと商人たちに売り込みます。胡锦涛胡主席，然后不是说咱们哈市作为另外一个特区，另外一个特区呢，我们觉得哈市这个哈交会呢，这是也就是三十年前的深圳吧。中国政府はカシュガル市を経済特区に認定。
企業を呼び込もうとしていました。ここは園児が全員ウイグル族という幼稚園。中国語の授業です。中国政府はウイグル暴動を受けて自治区内のすべての幼稚園や小中学校で中国語の教育を始めていました。光在这个语言的环境下对一个民族的发展我总觉得也没有什么前途，我们在这个民族的传统这方面我们是不会忽略的，我们也很重视这方面的教育教学。幼稚園にさえこんなスローガンが。町では再開発が行われていました。次々と壊されていくウイグル族の伝統的な家屋。地震による被害を防ぐという名目のもと政府が補助金を出して住人に立ち退きを命じています。かつてはウイグル王国として独立していた時代もあったこの地域。秦の時代に中国の支配下に置かれ、新しい土地という意味の秦境と呼ばれるようになりました。つまり中国にとってのフロンティア。民族対立の火種を抱えながらも西部大開発が加速していました。2008年5月に起きた四川大地震、最大の被災地となったのが北仙県です。3年後に訪れると震災直後と変わらない光景が目に飛び込んできました。地震と土石流によって廃墟と化した町。这个这个我一次先画。そこで献花する人々の姿がありました。団体ツアーで来たといいます。中国政府はここを震災遺跡としてそのまま残すよう指示。入場料170円で観光客に開放し、多い日には1万人以上が訪れます。被災地の経済復興とともに民族団結や愛国心の教育拠点にする狙いもあるのです。しかし悲惨な街の姿が見せ物にされることに地元の思いは複雑です。土産店には当時の被害状況を記録した DVD や写真集も売られていました。与我自己经历过的当场现场，我当天什么事情我都体会到，我什么也不想看。为了生活，有些事情也是没办法嘛，你总得要生存嘛。震災の後、被災した町からおよそ23キロの場所に中国政府は新たな町の建設を始めました。温家宝首相がその計画を発表したのは地震発生からわずか10日後。土地は国のものという中国ならではのスピード決定で広大な農地を強制収用したのです。その3年後、新しい北仙の町が完成していました。すさまじいスピードです。中心部の商店街は多くの少数民族が暮らす地元の伝統を残した町並み。
1キロ近くにわたり石造りの建築が続きます。日用品を買う店からモダンなレストランまで、住民の生活の場にするだけでなく観光客も呼び込もうという計画です。感觉很有翻天覆地的变化，变化太大了。那些我们搬到县城里头嘛，都想找点事干嘛，是不是嘛？找点事干嘛才有经济嘛？啊，才可以过生活噻。巨大なニュータウンも完成しました。まさに爆速。7万人が暮らす計画だといいます。中国政府は復興にあたり独自の方法を取り入れました。経済的に裕福な自治体に対して被災地を一箇所ずつ割り当て支援するよう指示したのです。各自治体が被災地の復興に責任を負う1対1方式、自治体は政府に貢献を認めてもらおうと成果を競い合いました。この北線の町を担当したのは山東省。町の一角に工業区を建設し、山東省から企業を次々と誘致しました。我就是给你援助，援助多少只是管当时的一个情况。那么这个地方后续重建发展，肯定需要更多人前来就业啊，前来一些这些方面的问题。この辺りは内陸の貧困地域で、震災前には多くの人が沿海部に出稼ぎに行っていました。しかし今は給料は減るものの、地元の工場で働く人が増えています。因为在地震以后很多就是说失去了亲人那种的啊，真的是很多人都离开了。外地打工毕竟是说还是自己的家乡好嘛。こう話す周さん。もともと住んでいた家は震災で全壊してしまったそうです。出稼ぎから戻り、しばらくは仮設住宅で暮らしていましたが、2011年ニュータウンに入居しました。部屋は90平方メートルの 2LDK、 夫と娘、両親の5人で暮らします。入居には震災前の持ち家の有無や被害状況などの条件があり、認められると政府が補助金を支給。自己負担は平均で4割、およそ80万円です。以前的那个那种经济状况啊，也至少要我都要前进几十年，30年左右这样。しかし、3年経っても多くの人は仮設住宅で暮らしていました。四川省の農村の平均年収はおよそ5万8千円。ニュータウンへの入居費が用意できず、政府への不満も渦巻いています。天底下没有公平的事。没有公平。没有公平。为什么？哪里有公平？为什么？因为都是靠关系。有不得给帮助，还在哪里拿钱？政府啊，政府把钱弄得没得哟。没得钱，没得钱，我们就回那山上去自建，自己去把这没得，我们就撤了，就走。地元政府の主催で新しい北線の街をお披露目するセレモニーが開かれました。観光都市として発展させるのが狙いです。集まったのは新たな生活や経済の発展に希望を寄せる大勢の人々。彼らを前に地元の共産党幹部が高らかに宣言しました。創造抗震救灾的奇迹、灾後重建的奇迹和加快发展的奇迹、生動展示了中国共产党的伟大、展示了社会主义制度的巨大优越性。メインストリートにはこんな横断幕が掲げられました。被災地の復興を共産党の恩恵に結びつけようという思惑。共産党流の復興計画は様々な問題を抱えつつ、
猛スピードで進んでいました。中国広東省深圳、家族連れでにぎわう公園で、週末になると奇妙な光景が見られるようになりました。中高年の男女が集まり、何やらひそひそ話をしています。但工资你要不用挣太多，反正够，差不多够生活就行。反正女方也，女孩家女孩也上班。娘のために結婚相手を探す親たちです。写真を見比べ、連絡先をメモ、情報交換をしています。我女儿今年都28嘛，我就着急了，着急了。我先把我女儿，我是独生子女的，就这一个孩子。こちらにかけられているのは結婚相手を求める張り紙です。簡単な自己紹介が書かれていますが、よく見るとその多くが女性のものです。中国全体では男性が多いものの、深圳では例外的に女性の数がかなり多いとされています。人口 不平衡な、这个女孩这么大年纪的如果都没有谈恋爱都没有成家，但是她还是很不错的，比我高嘛，很洋气的。鄧小平が改革開放の実験場とした深圳。かつての小さな農村は大都会へと変貌しました。今では世界の工場と呼ばれ、細かい手作業が得意な女性の労働者が重宝されているのです。说女的比男的是七倍吧，一比七吧。那像我这样算丑的，那个来了深圳找女朋友，应该都是很好找的吧。そんな深圳で急拡大しているのが婚活ビジネスです。中国最大のお見合いサイトを運営するこの会社、登録者数は2500万人。登録は無料で、自己 PR や条件などを書き込み、希望する相手の情報を検索できます。正会員になれば気に入った相手に会うことができます。何人でも紹介してもらえますが、会費は6ヶ月でおよそ4万円と中国の平均月収を上回ります。在我们的网站上女工比较少，大多数都是知识分子吧，城市白领。会員として名を連ねるのは工場の労働者ではありません。深圳には外資系企業も多いため、ホワイトカラーの女性も各地からやってきます。実は男女の人口比率だけでなく、女性の高学歴化と社会進出が結婚難に拍車をかけているのです。中国出现了就是说人口大量的流动，从不同的地方毕业以后到不同城市，所以呢社交圈也非常小，然后花在社交上的时间也非常小，工作上竞争非常的压力非常大，尤其是城市白领专业人士啊，所以大家呢花了大量的时间在自己的工作上。毎週末会員向けに開催しているお見合いパーティー。女嘉宾全部都抢回家了，给我点掌声。好。看到没有？この日集まったのは男女60人ほど。女性はみんなホワイトカラーの OL です。我今年26岁，我来深圳已经3年了，然后希望今天在这里有所收获，希望能在明年结婚，谢谢。彼女たちが求めるのはマンションや車を持つ高学歴の男性。結婚難に危機感を抱きながらも相手に妥協はできない。そんな女性が増えています。我们需要努力的提升自己，然后做一个更有竞争力的女孩子，然后打败我们的对手。人的人心都是不足的，当你有50万，就像赚钱一样的，当你有50万的时候，你就好想拥有100万、1000万；当你有1000万的时候，你就想拥有更多。所以说，这就造就了人，大家都向前走。改革開放で市場経済を導入した中国。自分を磨き。結婚相手もマーケットの中から選ぶ、そんな
女性の婚活が過熱しています。厚生省の聖鉱山山岳地帯を進むとタイムトリップしたかのような光景が目に飛び込んできました。中国建国前の共産党の軍隊、皇軍の制服を着た人たち。彼らは観光客、当時の雰囲気を味わうファッションだといいます。这里是那个先辈走过地方，也是创建我们这个第一支红军部队的地方，所以到这里我们很受教育。聖鉱山とは1927年毛沢東が部隊を率いて革命の根拠地を築いた場所です。当時は蒋介石率いる国民党との内戦状態、兵力で劣る毛沢東軍は山奥でゲリラ活動を続けたのです。この聖鉱山など革命ゆかりの地を巡るツアーがブームになっていました。名付けて赤色旅行。仕掛けたのは中国共産党で、愛国心や党の求心力を高める狙いがあります。2011年から5年間で観光客延べ8億人、経済効果2兆6000億円を目指す計画。ツアーには毛沢東そっくりさんとの記念撮影も用意されていました。毕竟他倒下来的江山嘛，国家领袖呀，是吧？没有他就没有我们现在的生活呀。我儿子今年27岁了，就不知道现在这买了一辆16万的车还不行，要换30万的，没完没了的，要比较这革命啊。こちらは共産党や政府、軍などの幹部候補生のための学校です。社会主義理論や共産党の歴史などを学びに来るということです。2005年、幹部学校が開校したのを機に空港が完成。5つ星ホテルや駅も整備され、北京や上海などからのアクセスが便利になりました。企業や自治体も研修を兼ねて団体で押し寄せ、山奥で産業がなかった革命の聖地は観光地として発展しました。你们那个什么丰泽里有更多客人来了，那希望以后经常有客人到我们这里来旅游。山や池など自然の風景を生かした屋外ステージ、毎晩革命劇が演じられています。600人もの出演者、ほとんどが農民です。出演料は1回220円ほど、毎晩出演すれば1月6000円以上に。農業だけだと年収6万円ほどのため、大きな副収入になります。主要是还是宣传井冈山嘛，对，就弄我们井冈山的群众那个下一代，就是把井冈山那革命精神。聖鉱山にある農家を訪ねました。土間の祭壇に飾られていたのは毛沢東の肖像画。農村革命を訴え、地主から農民を解放した毛沢東は、この地域の人々にとって今でも神のような存在です。李さんは毎月2回線香を焚いて手を合わせます。保佑我们平平安安。李さんが生まれてから30年ほど暮らしたという家を案内してくれました。実はこれ李さんの持ち家ではありません。里面啊，里面以前也是住到毛泽东红军也是在这住到。革命時代に毛沢東の部隊が暮らした家。以前は李さんたち周辺の農民もここで一緒に暮らしていました。最大120人が同居していた時もあったといいます。壁には都市や資本家を重視した国民党を犬に見立て、
共産党員が引っ張る絵が残されていました。毛泽东的时候，他在这个时候，他是总的说是习体嘛，是吧？他搞大锅饭嘛，大家一起吃嘛，有大家一。现在付的，说实话，他的钱发不完的就多啊。农村来说，就没有人钱用的也是多啊，是吧？是这样子吧？一方、こちらは中国三大都市の一つ。広東省広州、毛沢東時代に疲弊した経済を立て直そうと、次のリーダーとなった鄧小平は改革開放政策を推し進めました。広州はその恩恵を受け、いち早く発展した町です。その広州の郊外で2011年6月大規模な暴動が起きました。数千人の住民が暴徒化して警察車両や政府の建物を破壊。政府は武装警察を大量に動員して厳戒態勢を敷きました。きっかけは路上で衣類を売っていた妊婦が町の治安係に殴られたこと。治安係は保護費などの名目で露天商に金を要求していました。拒めば暴力を振るわれるというのが日常茶飯事になっていたのです。他一过来，他就拿，就好像是找他拿钱。哦哦。这个呢就是这样，你拿了钱你就可以摆。哦。你拿给国家这个钱，我们一点就不愿意。哦。这个钱他全部拿去，他全部拿去他自己贪的。哦。広州市内といっても貧しいこの地区、生活苦への不満に加え。理不尽な振る舞いをする当局への不信感が渦巻いていました。暴動が発生したこの町はデニム製品の一大生産拠点で、多くの工場が集まっています。そこで働く人のほとんどが地方からの出稼ぎ労働者です。この地区にはおよそ3000件の工場が集まっていますが、ほとんどが零細企業。都市の戸籍を持つ地元住民22万人に対し、出稼ぎ労働者は50万人を超えます。四川省や湖南省など内陸部の農村出身者、都市の戸籍を持たない彼らは十分な社会保障が受けられないなど、差別的な扱いを受けています。他地他的就是说你是不能买，他的他是本地人就可以买，爱的人就不能买。哦，这个道理。如果你修了钱可以买，没修也就不能买。哦。さらに彼らの不満を高めているのが物価の上昇。中国政府の発表では、前の月の消費者物価指数は1年前に比べ 5.5% 上がりました。特に庶民の食卓に欠かせない豚肉は 40% も値上がりしたのです。我们打工的也没有货，现在的生活都吃不起，太贵了。肯定有影响了，以前买20块钱都够吃了，现在买30、40块钱都不够吃。就是你们的工资变化没有？工资没变化，还是一样。喝点酒了。あるデニム工場の社員寮を訪ねました。四川省から出稼ぎに来た30代の夫婦。10年以上働いていますが、月収は2人合わせて6万円ほど。隣の部屋の料理の匂いや物音も筒抜け。この8畳ほどの部屋に2組の夫婦が一緒に暮らしています。打工有什么方不方便？那当然肯定比那些有钱的人肯定比不上了，是不是？我们打工普遍都是这种生活的，对不对？我们打工都只能凭自己，你说谁来挣钱还能做什么？この町の市場の前には鄧小平の看板がありました。発展こそが正しい道だ。創立から90周年を迎えた中国共産党。経済発展という成果の一方、格差拡大で民衆の不満が高まるというジレンマを抱えていました。
中国天津にある墓地。この日105人を合同で埋葬する儀式が行われました。棺桶から取り出されたのは骨壺、中には火葬された遺灰が入っています。おごそかに骨壺が入れられたのは芝生に掘った穴。実はこれ中国で流行しているエコ埋葬です。芝生のほか池に沈める方法も。骨壺は特殊な素材で作られており、土の中で3ヶ月、水中では数時間で溶けてなくなります。同じ場所に何度も埋葬できるため、場所を取らず環境にも優しいというわけです。一些风俗老的风俗习惯全能给打破，这样不挺好的？中国那么多的人口，对吧？他都要活人要跟死人在这都要争地的话，我就选择了这条道路。エコ埋葬は無料というのも人気の秘密。土地不足に悩む政府が奨励しているため、墓地を運営する公営企業が費用を負担しています。土地在中国来说是一个稀缺的资源，那这个种稀缺资源必然会导致墓地价格的不断上涨。万里の長城を望める墓地に来ています。中国の一般的な埋葬方法は日本と同じように火葬した後遺骨を墓に入れます。しかし北京などの大都市では土地が不足しており、最近墓地の価格が高騰しています。中国の墓地は基本的に20年間の使用権を購入します。取材当時北京市内で最も安い墓地でも1平方メートルあたりおよそ130万円、4年前の4倍に値上がりしました。天天涨价我觉得也是这样一个问题，说是当然大家不希望涨价。ネット上でも政府の対策は効果がないと不満の声があふれています。食べられないなら食べなければいい、しかし死なないわけにはいかない、費用が高くて出産もできない、生活もできない、死ぬこともできない、人生は本当に大変だ。そんな中急速に人気を得ている墓地があります。北京市内に住むハンさんは3年前娘のレイヘイさんを白血病で亡くしました。ハンさんが娘のために用意したのはネットのお墓。お花や線香などはその日の気分で選べます。ハンさんは毎日メッセージを添えてお供えをしています。我的感情在上面呢，也可以得到一些展现，就跟我的孩子，我可以呢，跟他在网上进行交流。ネットのお墓には娘のアルバムも保存できる上、プレゼントや食事なども備えることができます。会費や登録料はなく、すべて無料。埋葬を海への散骨などで済ませ、墓参り用としてネット墓地を利用する遺族が増えています。我们三个在一块儿，是一块儿做，买来肉馅儿，我们在一起，曾经都是这样的，曾经的生活真的是。このサイトの登録者は5年前の9倍に増加。同様のサイトを合わせると利用者は100万人以上に上るといいます。このネット墓地を運営しているのは通常の墓地会社。サービスの一環で収益はありませんが、いずれは広告収入などを得る考えです。这么多年这个改革开放啊，社会经济文化不断的发展，比过去只单一的提供安葬啊，在这个基础之上，而要有一个更高的、更广阔的一个飞跃。土地価格の高騰に悩む中国で。いかに安らかに眠るか、
模索が始まっていました。北京のオフィス街にあるスターバックス。平日の午後はほぼ満席になります。中国では都市の若者を中心にコーヒーを飲む人が急増。1999年に1号店をオープンしたスターバックスの店舗数は2010年に230店舗にまで増えました。以前到公司可能请你喝茶，现在给你准备咖啡的已经也是越来越多了，这可能是个逐渐的趋势。我父母他们不喝咖啡，他们比较traditional一些，就喝茶。雲南省普洱市。一面に広がるのはお茶の畑です。ここは言わずと知れたプーアール茶の産地。およそ1200年前の唐の時代にはすでに飲まれていたという記録があります。これはプーアール茶の茶葉。そのプーアール市の農村でこの日農民たちを集めての勉強会が開かれていました。講師を務めるのは大手コーヒーブランドネスカフェのスタッフです。如果你咖啡地里面什么都不切心，就说不切，没有这样的情况啊。但是呢，你要想提高它的果酸度，你每年喷一次就行了。実はこの村、コーヒーの栽培に力を入れていました。降水量や気温などの条件が適しているからです。プーアールコーヒーとして売り出していました。不喝，不是不该喝，就是喝一喝之后嗓子受不了。这个壶你改上就咖啡给你时间嘛，给你自己上的这个自己和条件跟就茶叶比咖啡跟适合。茶畑の一部でコーヒーの栽培を始めたという翔さん。这就是我自己家种出来的咖啡了，这是我家种的咖啡了，噶，这就是。10年前から試行錯誤を続けてきた結果、今では同じ面積あたりでコーヒーがお茶の3倍の収入を稼ぐようになりました。翔さんの年収も大幅に増えたといいます。要靠政治去发展，其实呢，我们太慢了，也太不行了，也帮不到的话呢。我们的西方国家，基本都能喝咖啡，我们种咖啡，我们认为那是咖啡一定会保障，不会有失利的了嘛。那话呢，赚钱为了是。翔さんが訪ねたのは、陈晓东，今年的咖啡价格是多少？来这里我看了，好。村に3軒しかないパソコンを持つ家。画面で確認するのは。アメリカのコーヒー市場の値動きです。国内で売るお茶と違い、不慣れな国際市場で売るコーヒー、値下がりなどの不安もつきません。収穫されたコーヒーはここに運ばれます。ここが中国で最大のコーヒー豆の加工工場です。2年前にできたばかりだということです。2009年のプーアールコーヒーの生産量は全体で 2.3 万トン。 95% がアメリカやヨーロッパ、日本などへの輸出で50億円ほどの売り上げとなりました。プーアール市の将来性に目をつけ、スターバックスの幹部たちもたびたび足を運んでいました。我们的咖啡呢现在
作为政府这边就是在策划品牌化的推广，咖啡品质的提升，包括咖啡的深加工，咖啡的国际市场等等方面呢，会跟他们有一些这个深层次的合作。プーアル茶に続く産業としてプーアルコーヒーを世界に売り出そうというプーアル市。コーヒーを飲む人が急増している中国国内向けの出荷も増やそうとしています。コーヒーに目覚めたお茶の国が大きく変わろうとしていました。